プロ野球史上最高の二遊間コンビ、誰と誰想像した？洗い場は殿堂入りじゃないか。井口と西岡、源太と浅村。侍での山田坂本はめちゃくちゃ頼もしかった。洗い場はなんていうか、洗い場って二遊間のブランドを作った意味ですごいと思った。野球を見始めた頃にドバシ、宮本の守備に感動したから洗い場よりドバミヤ。端攻守総合力なら総ポンもなかなか。藤田と和夫、片岡中地、二塁手のバックハンドグラブトスがたまらん。全盛期の山田、に坂本、優、柳田、中が見たかった。ゲッツーを華麗に決めることほどかっこいいプレーないよな。荒木よりうまいセカンドいる、井端よりうまいショートいる、だけど洗い場よりうまい二遊間はいない。中野木浪のバックハンドかっこよかったな。ご視聴ありがとうございました。阪神の有益情報や過去スレ比較などを発信していきます。チャンネル登録お願いします。